はいどうも、ワンソクチューブです。自動車業界の気になるニュースを管理人目線でピックアップしたワンソクニュースをお届けします。ここ1週間で起きた自動車業界のニュースをですね、日刊自動車新聞さんの電子版からピックアップしてお届けしたいと思います。今週の気になったニュースはこちらですね。まずは4月20日のニュースなんですけれども、アルファードトヨペット店6万7823台前年比 7.1% 増、ベルファイアネッツ店3万1203台前年比 24.7% 減と、上級ミニバン市場を独走という記事ですね。国内の上級ミニバン市場で独走し、海外でも人気の高いドル箱車種、中国などではこの車両をベースにしたレクサス車も導入された、レクサス LM ってやつですね。で、初代は兄弟車アルファード G、アルファード V として2002年に発売され、8年の2代目から現在の名称になった、ベルファイアとなったってことですね。併売を睨み、今年1月の一部改良時にベルファイアのネッツエンブレムはトヨタのオーバルマークに変更されている。アルファードはまだなんですね。一部改良ではこのほか、トヨタが標準装備を進めているディスプレイオーディオと車載通信機 DCM が採用された。で、人気車種だけに併売で販売が急伸することを見込んでおり、生産を担うトヨタ車体では稲部工場、三重県稲部市に加え藤松工場、愛知県刈谷市で並行生産する方針だということですね。で、私も以前にね、ネッツ店で、ベルファイアのエグゼクティブラウンジっていうのに乗ってたことがあるんですけれども、仙台ではね、ベルファイアの方が確実に人気がありまして、で、マイナーチェンジをね、2018年にしましたが、その前の前期型でもベルファイアの方が人気があったんですけれども、後期型になってね、マイナーチェンジした後はベルファイアとアルファードの人気が逆転しちゃいましたね。これね、確実にベルファイアのデザインがなんかあんまり受け入れられなかったってことなんだと思いますし、それに対してアルファードの、よりいかつくなったね、エクステリアのデザインとかが市場に受け入れられたという結果だと思います。仙台まではね、どちらかというとベルファイアの方がいかつい印象がありましたが、最近の後期型になってからはベルファイアの方がどっちかというとね、シュッとした感じでシンプルに見えるぐらいになっちゃいましたね。で、これでよりいかつい顔のアルファードの方が支持を受けていると。こういうね、上級ミニバン市場だと、もう顔はいかつければいかついほどいいということなんでしょうね。で、2020年、今年のね、5月からトヨタはね、併売が始まりますけれども、この併売っていうのはね、今まではトヨペット店とかトヨタ店とかネッツ店とかカローラ店とか分かれていたのが、全部のお店で全部の車種を販売することが始まるということですね。そうなると、ベルファイアとかアルファードとか、なんかアリオンとかプレミオとかっていうのがね、車種が被ってくるものがありますが、そういうのは、統合されて、どっちかにね、なるんじゃないかと言われてますけれども、アルファード、ベルファイアに関してはちょっとまだわからないですね。しばらくは、両方の車種を全部のお店で扱うという形になると思いますが、今後のね、フルモデルチェンジとかの時にはどっちかにね、統合される。おそらくは、アルファードに、統合されるんじゃないかなと思います。なんかね、一説によると、2.5 リッターのモデルはベルファイアになるとか、そういう噂もありますけれども、ちょっとね、その辺はまだわからないですね。ベルファイアもね、結構人気の車種なんで、なくなってしまうのもちょっと寂しいかなとは思うんですけれども、直近のこのね、販売状況を見ると、アルファードとベルファイアではね、2倍以上の販売の、数字の差になっちゃってるって、これ結構意外でしたね。ここまでね、アルファードの方が売れてるとはね、ちょっと思ってませんでした。もう完全に逆転されちゃってますね。そうなると本当にアルファード一車種に統合されるっていうのもね、真実味が出てくるんじゃないかなと思います。はい、続いてのニュースなんですけれども、4月21日の、記事でですね、ダイハツ新型軽 SUV タフトに、追加情報と、ガラスルーフ全車標準をボディカラー公開となっています。ダイハツ工業は20日、6月発売予定の新型軽クロスオーバータフトの追加情報をホームページで公開したと。全席上に設置した大きなガラスルーフスカイフィールトップを全車標準装備するほか、新たなパッケージコンセプト、バックパックスタイルの概要、カラーラインナップなどを発表したと。1日から先行予約を実施しており、キャンペーン内容などを告知するスペシャルサイトに車両情報を新たに追加した。新型車の最大の特徴となるガラスルーフは全車標準装備とし、ホームページ上でも全席の開放的な眺めをアピールしていると。室内空間は丈夫で軽く動きやすいバックパックを背負う姿をイメージした、
コンセプトを取り入れ、後席は自由自在にアレンジできるフレキシブルスペースとして軽快さと積載性を両立したと。タフトは鈴木ハスラーが開拓した軽クロスオーバーセグメントの対抗車として投入すると。6月までの先行予約キャンペーンを展開しており、スタートダッシュを切りたい考えということですね。いや、まさかね、確かに、東京オートサロンで私も実車見てきていましたけれども、まあ、内装はね触れなかったんですけれども、まあ、確かにこのね、軽自動車なのにサンルーフついてるんだ、珍しいって思ってたんですけれども、まさかね全車標準装備とは思わなかったですね。まあ、この画像を見ても分かる通り、相当ね開放感があるガラストップになってるんじゃないでしょうか。結構ね面積も普通のサンルーフに比べてね、なんか長さがあったんで、結構広い、もうパノラマルーフに近い、サイズなんじゃないかなと思います。これ開閉はおそらくできないんじゃないかなとは思いますけども、まあ、これをね軽自動車で標準装備してくるというのはね、なかなかユニークですよね。結構ねタフトもすでに動画でアップしていますので、そちらもね合わせて見ていただければと思うんですけれども、ルーフレールなんかもついていてね、上に荷物が置けるようになっていたり、かなりねユニークな意欲作になっているかなと思いました。タフトの動画はね下の詳細欄にリンク貼っておきますので、合わせて見ていただければと思います。続きまして、4月25日の記事ですね。トヨタレクサス GS 8月に生産終了と、最後の特別仕様車エターナルツーリング発売という記事ですね。まあかねてからね GS はねディスコン、まあ、生産終了になるっていう風に聞いてはいましたけれども、ついに2020年8月で生産終了と。いや、いい車なんですけどね。まあ、トヨタ自動車はレクサス GS の国内生産を今年8月で打ち切る、23日特別仕様車エターナルツーリングを6月1日に発売すると発表したと。GS はレクサスの最上級車種 LS に次ぐフォードアセダンで、トヨタアリストをベースに1993年からレクサスブランドで発売したと。4代目にあたる現行モデルからスピンドルグリルを採用している。特別仕様車は GS の 450H や 350H、300H、300F スポーツをベースに、ブラックメッキの専用外装品やカーボンオーナメントパネルなどを採用し、上質さを保ちながらスポーティ感を高めたと。アダプティブハイビームやブラインドスポットモニターなどの安全装備も充実させていると。価格は710万円から900万円、括弧消費税込みとなっています。レクサス GS もね、後期型になってから結構デザイン好きだったんですけれどもね、でもそれもね、2015年のマイナーチェンジからなんで、もうすでにね、5年間、まあ、手をほとんど加えられずに放置されていたっていうのを考えるとね、もう完全にディスコンする気満々だったなと思いますね。ただね、メルセデスとかはね、E クラスとかが稼ぎ頭になっているのを考えると、本当トヨタからねそのラインナップが抜けてしまうっていうのはね、 FR の車がなくなるっていうのはかなりね寂しい感じはしますよね。まあその役割を担うのが、まあ、ES にはなると思うんですけれども、今年ねマイナーチェンジを控えているレクサス IS もですね、もう2013年に出てから7年目になっているのに、まだね延命のマイナーチェンジで引き延ばそうとしているというところで、あまりお金をかけずに、やろうとしているのかなという感じはひしひしと伝わってくるんですけれども、まあ個人的にはね、私以前 IS 乗っててすごく気に入っていたので、もうそろそろフルモデルチェンジしてくれよと、 TNGA のプラットフォームで、新しいね、トヨタの本気を見せてくれっていう感じはするんですけれども、まあ今年も、まあ、ビッグマイナーチェンジにとどまると、まあ、かなりね大幅なものになるっていうことなんで、まあ、フルモデルに近い内容にはなると思うんですけれども、まあそれにしたってね、ちょっとマイナーチェンジで延命を図るっていうのは、まあファンとしては寂しい部分かなとは思いますけどね。まあ採算の悪い FR セダンをまあディスコンして SUV などにね、特化していくっていうのはね、経営判断としては良いんじゃないかなとは思います。そして今回最後の気になったニュース、4月25日の記事で、トヨタ、5月6月は4から5割の減産という記事ですね。トヨタ自動車が5月から6月にかけ、3月末にサプライヤーに示した国内生産計画に比べて4割から5割を減産する方針であることが分かったと。7月の減産幅は2割弱にとどまる見通しだが、世界の新車需要を睨みながらの生産調整がしばらく続きそうだと。で、5月は従来計画の約20万台から半分程度とし、6月も約28万台から4割減とする計画をサプライヤーに提示したと。大規模なロックダウン、都市封鎖や外出制限などを実施している欧米向け車種を主に減産すると。
で4月から6月までの減産幅は30万台と、年間生産、昨年で約340万台の1割弱になりそうだと。ただ7月は約27万台の計画に対し24万台強と、減産幅は 16% 程度にとどまると。内訳は不明だが、レクサスの中国向け輸出に加え、6月に国内で販売する新型ハリアーの生産増などを見込んでいる可能性があるということですね。まあ、トヨタも減産幅が相当大きくなっていて、トヨタ自体の、まあ、業績も心配ではありますが、これね、サプライヤーの方の体力が持つかどうかっていうのはね、すごく心配でもありますよね。まあね、私たちがね、買って買い支えるぞっていう風にやってもね、まだね、コロナが収束をね、全然迎えていない欧米諸国の方の需要が下がってるというのはね、間違いないですからね。ただね、6月から販売するハリアの生産増を見込んでいるっていうのがね、書いてありますので、まあ、欧米を絞っている分、ハリアの生産の割り当てが増えてね、納車が早まったらね、まあ、個人的にはラッキーかなとも思っています。私ね、新型ハリア買う予定ですんでね。といった感じで今週の気になったニュースをお届けしましたが、他にもね、まだまだ気になるニュース、記事ありますので、日刊自動車新聞さんのウェブサイトでチェックしてみてはいかがでしょうか。紙面としてもね、読むことができますので、下の詳細欄に、日刊自動車新聞さんのウェブサイトのリンク貼っておきますんでね。といった感じで、今週の私の気になったニュース、日刊自動車新聞電子版から、お届けしました。これからもね、週1ぐらいのペースでやっていければと思っています。耳だけでね、聞いていただいても内容が伝わると思いますので、ラジオ感覚で聞いていただければと思います。それでは、自動車業界の気になる記事をピックアップ、ワンソクニュースでした。